はいどうもこんにちはこんばんは、しばです。今回は OBS に音声波形を表示させる方法について解説します。音声波形を表示させることができれば、歌動画を撮影したり配信する時のアクセントになりますし、雑談配信やゲーム配信時に自分の姿が映っている背景として音声波形を入れると、より一層クオリティの高い配信画面にすることもできるので、今回のやり方を参考にしてみてください。ちなみにコメント欄でも質問を受け付けていますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しています。またメール講座でゲーム動画を投稿して稼ぐための情報も発信しているので、説明欄の各情報もチェックしてみてください。 OBS に音声波形を表示させるためには、スペクトロライザーというプラグインを使用する必要があるので、そのダウンロード方法を解説していきます。ちなみに自分は Windows 10を使用して解説していくので、あらかじめご了承ください。それではやり方を解説しますが、説明欄にスペクトロライザーのダウンロードページのリンクを記載しておくので、こちらをクリックしてこのような画面を開いてください。実際に開くことができたら、画面右上にある Go to Download をクリックしてください。次に表示された画面を少し下にスクロールすると、各 OS ごとに様々な方法でプラグインをダウンロードできるようになっています。自分は Windows を使用しているので、 Windows.zip と記載のある圧縮フォルダをクリックしてダウンロードしていきます。ブラウザで Chrome を使用している場合は、画面左下に圧縮フォルダがダウンロードされるので、デスクトップ画面にドラッグ&ドロップしてください。もしも他のブラウザを使用していて、どこにダウンロードされたのかわからない場合は、エクスプローラーの画面で PC をクリックしてダウンロードをクリックすると、先ほどダウンロードした圧縮フォルダがあるので、これをデスクトップ画面にドラッグ&ドロップしてください。次に圧縮フォルダの上で右クリックして全て展開をクリックします。するとこのような画面が表示されますが、完了時に展開されたファイルを表示するにチェックを入れて展開をクリックしてください。次にファイルが展開されてこのような画面が表示されますが、この中にあるデータを OBS に導入する必要があるので、次はその方法を解説していきます。それではスペクトロライザーを OBS に導入する方法を解説しますが、デスクトップ画面に OBS のショートカットアイコンがあると思うので、その上で右クリックしてファイルの場所を開くをクリックしてください。次にこのような画面が表示されますが、アドレスバーの中にある OBS スタジオのプルダウンをクリックしてデータのフォルダをクリックしてください。次にこのような画面が表示されますが、 OBS プラグインズをクリックしてください。するとこのような画面が表示されます。次にスペクトロライザーをダウンロードして展開したフォルダのエクスプローラーを操作しますが、こちらにもデータというフォルダがあるのでクリックしてください。次に OBS プラグインズをクリックしてください。次にスペクトロライザーというフォルダが表示されるので、これを OBS のファイルの場所を開いた時のエクスプローラーにドラッグ&ドロップもしくはコピー&ペーストしてください。状況によってはこのような画面が表示される場合もあるかもしれないですが、その時は続行をクリックしましょう。次に別のデータも同じように導入する必要があるので、そのやり方を解説します。 OBS のファイルの場所を開いたエクスプローラーのアドレスバーの中にある OBS スタジオのプルダウンをクリックして OBS プラグインズをクリックしてください。次に64ビットをクリックしてください。するとこのような画面が表示されます。次にスペクトロライザーをダウンロードして展開したフォルダのエクスプローラーを操作しますが、アドレスバーの中にあるスペクトロライザーハンニャラランナン .windows のプルダウンをクリックして OBS プラグインズをクリックしてください。次に64ビットをクリックしてください。すると3つのデータが表示されるので、これを OBS のファイルの場所を開いた時のエクスプローラー内にドラッグ&ドロップもしくはコピー&ペーストをしてください。状況によってはこのような画面が表示されますが、その場合は全ての項目にこれを実行するにチェックを入れて続行をクリックしてください。実際に3つのデータを OBS 内に入れることができたら、プラグインの導入は OK です。次は OBS の設定を行っていきましょう。次に OBS での設定方法を解説していきます。ちなみにプラグインを導入するときに OBS を起動していたのであれば、一度再起動を行ってから設定するようにしてください。それでは解説しますが、まずはソースの欄のプラスをクリックするとスペクトロライザーという新しい項目が増えているので、こちらをクリックしてください。次にソースを作成選択と表示されるので、分かりやすい名前をつけたら OK をクリックしてください。今回は初期設定のまま解説していきます。
次にプロパティの画面が表示されますが、上から順に解説していくと、モードの項目ではバーズという棒グラフのような音声波形と、サーキュラーバーズという円形の音声波形、ワイヤーという折れ線グラフのような音声波形といった3種類の音声波形モードを選択できます。選択するモードによってこの先の設定項目が若干異なるので注意してほしいのですが、今回は例としてバーズに設定して解説していきます。次にオーディオソースについてですが、どの音声を音声波形として表示させるのか設定する項目となっています。先に音声波形として表示させたい音声を OBS で設定しておかないとこの項目に表示されないので注意してください。ちなみに今回はマイクに設定して解説していきます。次にフィルターについてですが、この設定を変更すると音声波形の表示方法を少し変えることができます。気になる人は実際に設定を変更してプレビューを確認しながら調整してみてください。今回は初期設定のノンで解説していきます。次にカラーについてですが、音声波形の色を変更できるようになっています。色を選択をクリックして好きな色に変更してみてください。次にバーウィズスについてですが、音声波形の棒の幅を設定する項目となっています。数値を大きくするほど1本1本の幅が広くなり、小さくするほど幅が狭くなるので好みに応じて設定してみてください。次にバーハイトについてですが、音声波形の棒の高さを設定する項目となっています。数値を大きくするほど上に高くなり、小さくするほど低くなるので好みに応じて設定してみてください。次にバースペーシングについてですが、音声波形の棒の間隔を設定する項目となっています。数値を大きくするほど間隔が広くなり、小さくするほど間隔が狭くなっていくので好みに応じて設定してみてください。次にユーズラウンドコーナーズについてですが、これは音声波形の角を丸める設定となっており、実際にチェックを入れると角度を変えるポイントの数とコーナー半径の設定ができます。実際にプレビューを見ながら調整してほしいのですが、音声波形の棒を太くして数を少なくしておかないと角の丸みがうまく表現できないので、設定する場合は注意してください。次にアネーボーオートマティックスケーリングについてですが、これは基本的にチェック入れっぱなしで OK です。次にグラビティについてですが、この数値を高めると音声波形の動きがゆっくりになり、反対に数値を低くすると音声波形の動きが速くなります。実際にプレビューを見ながら好みに応じて設定してみてください。次にログリフミフフリックエンシースケールについてですが、これは周波数の対数スケールを設定できる項目となっています。ただ申し訳ないですが、周波数の対数スケールについて調べてみてもよくわからなかったので、意味がわかる人だけ使用してみてください。次にステレオについてですが、これにチェックを入れるとステレオの音声波形にすることができます。さらにその下に追加された設定項目であるステレオスペースの数値を上げ下げすると、上下の音声波形の間隔を調整できるので、好きなように設定してみてください。次に最後の設定でもあるディテールについてですが、音声波形として表示させる棒の数を調整できるので、好きなように調整してみてください。ここまで設定できたら OK をクリックしましょう。すると OBS の画面に音声波形が表示されるので、あとは位置調整やサイズ調整を行ってみてください。ちなみに自分の姿が映っている背景として音声波形を入れると、より一層クオリティの高い配信画面にすることもできます。他にも様々な活用法があるので、好きなように使用してみてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで OBS の各種設定方法や録画や配信に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動を教えるからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。